土くれ「女たちのお茶が済んだらすぐに出かけてもよいという許しを監督さん」「洗濯女の上に立つ夫人」からもらっているのでマライアは夕方の外出を楽しみにしていた台所は真新しくきれいだった大きな画釜は姿が映るくらいだと料理番が言った火は赤々とよく燃えサイドテーブルの一つにとても大きなバームブラック酵母菓子 アイルランド特有の干しぶどうなどを入れて膨らましたケーキが4つ載っていたそれらはまだ切っていないように見えるが近寄ってみると厚めの長い平等な切れにすっかり切ってありお茶に配られるばかりになっているのがわかるのだったマライアは体がそれはそれは小さかっただが非常に長い鼻とまた非常に長い顎を持っていた。 彼女はややにか鼻にかかった声でいつもなだめるようにさようでございますよとかいいえとか言うのだった女たちがお風呂のことで争い出す時はいつも呼ばれていきまたきっと丸く収めたある日監督さんは彼女にこう言ったマライアあんたは本当にいい仲裁役だわねそしてこの褒め言葉を準監督や二人の管理委員も聞いていたまたジンジャームーニーは マライアがいなかったらアイロンを受け持つ推しに自分がどんな仕打ちをするかわからないといつも言うのであったそのようにマライアは誰にも好かれていた「女たちがお茶を飲むのは6時だから7時前には出られるだろう」「ポールズブリッジからネルソンピラー」「オコネル街の中央にそびえるドリア式の門柱ネルソンの巨像が載っている」まで20分「ネルソンピラーからドラムコンドラまで20分」 それから買い物するのに20分とあそこへは8時前に行けるだろう彼女は銀の留め金がついた財布を取り出してその「ベルファースト土産」という文字をまた見るのであったそれは5年前ジョーがアルフィーと精霊降臨祭復活祭後第7の日曜日の翌日にベルファーストへ行った時買ってくれたので彼女の大変気に入っているものだ。 財布にはハンクラウンの銀貨二つと銅貨が少し入っていた「電車賃を払っても丸五シリングは残るだろう」「子供たちがみんな歌を歌ったりして晩の団らはどんなに楽しいことであろう」「ただジョーが酔っていなければいいがと思った」「お酒を飲むと丸っきり人が違うから」「ジョーはよく彼女に来て一緒に暮らしてはどうかと言った」 だがマライアは自分が形見の狭い思いをしないとも限らぬからと思っていた。もっともジョーの妻はいつも優しくしてくれるがそのうち選択点の生活に慣れてしまった。ジョーはいい人間だった。彼女はジョーとまた弟のアルフィーをも子守りしたのだ。ジョーはよくこう言った。ママはママとしてマライアは僕の本当のお母さんだよ。自分の一家がダメになると。 ジョーたちが彼女にこのダブリン・バイ・ランプライト選択店の勤め口を見つけてくれたそして彼女も満足していた前には新プロテスタント新京都の連中を下げ住んでいたものだがここの人たちはとてもいい人たちだと思ったやや無口で真面目すぎるけれども一緒に暮らすにはとてもいい人たちだったその後彼女は温室に植物を育てその世話を楽しみにしていた。 美しいシダ類や桜蘭ラ,ランなどを持っていて誰かが遊びに来るといつも温室から一、二本の挿し枝を分けてやった嫌いなものが一つあったそれは家中どこにも置いてある宗教パンフレットだったしかし監督さんは誠に上品で使いよい人であった料理盤がすっかり用意ができたというと彼女はよ女たちの部屋へ行って大きな鐘を鳴らし出した。 2 3分すると女たちが3、3午後息の立っている手をペティコートで拭きその赤い息の立つ腕にブラウスの袖を下ろしながら入ってきた各自大きなコップの前に座ったそれらのコップにあらかじめ大きなブリキ缶の中でミルクと砂糖を混ぜた熱いお茶を料理番と推しが継いだマライアはバームブラックの分配を指図して誰にも4切れずつ行き渡るように注意した。 食べている間中、笑いや冗談で大変だった。レジー・フレミングはきっとマライアに指輪が当たるわと言った何年となくハローイーブ・バンレー節収穫を奪う祭りの旅ごとにフレミングがそう言うバン万ー節の時の目隠し遊戯では指輪をつかむと結婚する土くれをつかむと死を予言するといった運命占いをやるのだけれども結局ダメで。 マライアは指輪もいい人もいらないんですよと笑いながら言う,言うほかなかったそしてマライアが笑うとその肺緑色の目はあてが外れたはにかみで輝き鼻の先がほとんど顎の先にくっつきかけるのであったそれからジンジャー・ムーニーはみんながテーブルの上でコップをカタカタさせている間に自分のコップを差し上げてマライアのための乾杯を定義したが 乾杯するのに一口の黒ビールでもあれがいいあればいいがというのだったそこでまたマライアは鼻の先がほとんど顎の先にくっつきその小粒な体がはじけそうになるまで笑ったムーニーはもちろんいやしい女の考え方しか持っていないのだがそれでも彼女が自分に好意を寄せていることがマライアにはわかるからだったしかし一同がお茶を終え 料理番と推しが茶器を片付け始めた時はマライアは嬉しかったの嬉しくなかったのって彼女は自分の小さな寝室へ行ったそして明日の朝はミサがあることを思いついて目覚まし時計の針を7時のところから6時に変えたそれから仕事用のスカートと室内靴を取り一番上等なスカートをベッドの上に広げ小さい外出靴をベッドの下の方に置いたブラウスも変えた。 鏡の前に立ちながら彼女は自分が若い娘だった自分日曜の朝にミサへ出かける予想をしたことを頭に思い浮かべたそしてあのようによく着飾ったことのある自分の小柄な体を奇妙な愛情を持って眺めるのだった長い歳月にもかかわらずやはり綺麗なこじんまりした体であった外へ出ると街は雨で輝いていた 彼女は古い茶色のレインコートを着て来てよかったと思った電車は満員だったので一番後ろにある丸腰掛けにつま先がやっと床にと届くような格好で乗客の全部に向いて座らなければならなかった心の中でこれからすることをすっかり考えてみたそして誰,にも誰の世話にもならないで自分のお金をちゃんと懐に持っていることはどんなにいいかわからないと思うのだった。 今晩はみんなで面白く過ごせるといい。面白く過ごせることに間違いないが彼女としてはアルフィーとジョーが一緒になって話し合わないのは何としても寂しいと思わずにはいられなかった2人はこの頃常に仲違いしているだが2人とも子どもの時は本当に仲良しだったでもこれが人の世というものなのだろうネルソンピラーで電車を降りて雑踏の中を急ぎ足ですり抜けていった。 ダウンズ菓子店に入ったがお客がいっぱいでこちらの注文を通じてもらうまで長いこと待たされた彼女は取り混ぜの1ペニー菓子を十に求めて最後に大きな袋を抱えて出たそれから他に何を買おうかと思ったが何か本当にいいものを買っていきたかったりんごやくるみはきっとたくさんあるだろう何を買ったらいいかなかなかわからないし頭に浮かぶのはせいぜいお菓子ぐらいであった 彼女はプラムケーキを買うことに決めた。だがダウンズの店のプラムケーキはその上にアーモンド入りの砂糖衣が十分ついていなかったそこでヘンリー以外のある店へ行ったその店で自分の気に入ったのを選ぶのにだいぶん手間取っていたするとハイカラな若い女店員がマライアを少しうるさく思ったらしく「ウェディングケーキがお入り用なんですか?」と聞いた。 それを聞いてマライアは顔を赤らめ、若い女店員に笑いかけた。しかし女店員は何もかも真面目に取っているらしく、ついにプラムケーキの分厚な一切れをと切り、それを包んでいった。2シリング四ペンスいただきます。ドラムコンドラ行きの電車では座れないだろうと彼女は思っていた。というのは若い男の人で自分に目をかけるようなものはいそうもなかったから、 ところが一人の年配の紳士が彼女に席を開けてくれた。活腹のいい紳士で茶色の硬い帽子をかぶって、角くばった顔で灰色がかった口ひげがあった。この紳士は陸軍大佐のような風采だとマライアは思い、また前の方をじっと睨んでいるだけの若い男たちに比べて、何という親切な人だろうと思うのだった。紳士はハロウイーブのことや天気の悪いことなどを話し出した。 彼は「袋には小さい子供たちへのお土産が入っている」と察して「若い者は若いうちに大いに楽しんでおくべきですな」と言ったマライアも賛成し神妙なうなずきや咳払いで同感を表した紳士は彼女に大変優しかったカナルブリッジで降りる時彼女はお礼を言って頭を下げた紳士も頭を下げ帽子に手をかけてに,にこやかに微笑した。 それから降る雨に小さな頭を下げて高台を登っていきながら彼女はいっぱい着こ,こしめしているにしても紳士と近づきになることなるのはなんてわけないことだろうと思った。ジョーの家に行くと誰もがああマライアだよと言った。ジョーは勤めから帰ってきていて子供たちはみんな晴れ着をつけていた。隣から大きな女の子が2人来ていて一緒に遊戯をしていた。 マライアは一番上の男の子にお菓子の袋をやって分けるように言った。ドネル夫人は、こんなにたくさんのお菓子をいただいては申し訳がないと言って、子供たち全部にマライアありがとうと言わせるのだった。ところでマライアは、パパとママにもきっとお二人が好きだと思うものを持ってきたんですよと言って、例のプラムケーキを探し始めた。ダウンズの店の袋やレインコートのポケットや、それからまた、 ホールスタンドを見たがどこにも見当たらなかったそこで子供たちに「誰かそれを食べた人はいないかもちろんうっかりして」と聞いたが子供たち一度は「食べやしない」と言いこっそりとったと責められるくらいならお菓子なんか食べたくないというような顔をしたこの機械字をメイメイが考え解いてみたがドネリー夫人は「そりゃあマライアが電車の中に置き忘れたに違いないわ」と言った。 マライアはあの灰色がかった口ひげの紳士のために自分がすっかり度を失っていたことを思い出し周知と困惑と落胆で真っ赤になった自分のささやかな贈り物でびっくりさせることができなかったことと無駄に捨ててしまった2シリング4ペンスのことを考えて彼女は泣き出さんばかりであっただがジョーはそんなものはいいからと言い彼女を暖炉のそばに座らせた彼はマライアにとても優しいのだ 勤めている事務所のことを一部始終話して自分が支配人にしたといううまい返事を彼女の前でもう一度言ってみせるのであったマライアはジョーが自分のしたという返事になぜそう面白がって笑うのかゲせなかったが「支配人はきっと非常に横柄な人なんでしょう」と言った「ジョーに言わせれば支配人もこちらがコツを飲み込んでいれば決して悪くないので機嫌を損じない限りはなかなか好人物なのだ」というのであった。 ドネリー夫人は子供たちにピアノを弾いてやり子供たちは踊って歌を歌ったそれから2人の隣の娘がくるみを配って回った誰もくるみ割りのありかがわからなかったそれでジョーがかんを起こしかけ「くるみ割りなしでマライアにくるみが割れると思うのか」と言っただがマライアは「くるみは好きでないし自分には構わないでほしい」と言った そこでジョーは黒ビールを一本開けようかと聞き、またドネリー夫人はポートワインもあるからその方が良ければというのだった。マライアはどうかそう何も何も進めないでくださいと言った。けれどもジョーはなかなか聞かないのであった。そこでマライアはジョーの言うままにした。みなは暖炉のそばに座り昔話をしたのだが、マライアはアルフィーのためにちょっと口添えをしてやりたいと思った。 ところがジョーの方は「あんなやつにまた口を聞くくらいなら神様にお願いしてこっちの息の根を止めてもらうよ」と怒鳴ったのでマライアは「こんなことを言い出したのが悪かった」と言った「ドネリー夫人は仮初めにも血を分けた兄弟のことをそのように言うのはあまりにひどいではありませんか」と夫をたしなめたがジョーは「アルフィなんかとはもう兄弟じゃない」と言ってそのことで口喧嘩が起こりそうになった。 しかしこういう晩だから怒るのはよそうとジョーは言って黒ビールをもう一本抜いてくれと妻に頼んだ二人の隣の娘たちがハローイーブの遊戯を持ち出してすぐにまた一座が陽気になった子供たちが危機としジョー夫婦が上機嫌になったのを見るとマライアもうれしかった隣の娘たちは台皿をいくつかテーブルの上に置き 子供たちを目隠ししてそこへ引っ張っていった。一人は祈祷書をつかみ、後の三人は水をつかんだ。また隣の娘の一人が指輪をつかんだときには、ドネリー夫人は、私にはちゃんとわかっていますよと言わんばかりに、顔を赤らめている少女に向かって指を動かした。子供たちは次にマライアが何をつかむか目隠しをしてテーブルのところへ連れて行ってみようと言い出した。 そして彼らが目隠しの布を巻いている間マライアは何度となく笑って鼻の先がほとんど顎の先にくっつくようになるのであった彼らは笑いさざめきながらマライアをテーブルのところまで連れて行ったそこでマライアはいえ言われるままに片手を空に差し伸べたその手をあちこちに動かしそしてつと台皿の一つに下ろした 指に柔らかい湿ったものが触れたが不思議にみんなは口をきかぬし目隠しの布を取ってくれなかった23秒の沈黙があったそれからすり足で歩く音とささやき合う声がしきりにした誰かが何か庭のことでも言っているらしかったついにドネリー夫人が何か非常にきついことを隣の女の子に言いすぐに捨てなさいと命じた「今のは取り消しよ」と。 マライアが掴んだのは土れれでそはは死を予言するマライアは今のは行けなかったんだと分かりそこでもう一度やり直しをしなければならなかったそして今度は祈祷書をつかんだその後でドネリー夫人が子供たちにミス・マックラウズ・リールリールはスコットランドでよく言われる行われる一種の軽快な踊りの曲を弾いた。 またジョーはマライアに一杯のぶどう酒を勧めた。まもなく一度は陽気に帰って、ドネリ夫人はマライアは祈祷症をつかんだから今年のうちに甘さになるかもしれないと言った。マライアはジョーがその晩ほど優しく愉快な世間話や思い出話に興じるのを見たことがなかった。皆さん本当にありがとうございますとマライアは言った。とうとう子供たちは疲れて眠そうになったのでジョーはマライアに 帰る前に何か短い歌昔の歌を一つ歌ってくれないかと言ったドネリー夫人も「本当に一つマライア」というのでマライアはようやく立ち上がってピアノの脇に行ったドネリー夫人は静かにマライアの歌を聞くようにと子供たちに言ったそれから前奏を弾いて「さあマライア」と言うとマライアは真っ赤になって小さな震える声で歌い出すのであった 彼女は「私が夢で住んだのは」を歌ったそして第二節まで来るともう一度繰り返して歌った「私が夢で住んだのはなめ,め石造りの大館重木奴隷に取り巻かれここの屋敷に数多く群がる州の間では私は誉れの星だった計りきれない富を持ち古い由緒の名を継いで 過方のののののぎる身分分だだが夢の中でも取り分けて私の心に染みたたたはあなたの変わらぬ愛だったしかし誰も彼女に間違い「マライアはこの歌の一節と四節を歌い途中を抜かした」を教えようとしなかったそして歌を歌った時ジョーは大変しんみりとしていた「彼は人々は何と言おうとも昔が一番よかったのだし」 かわいそうなバルフ爺さん「全室の歌」の作曲家ウィリアム・バルフのことの歌ほど好きなものはないと言ったそして彼の目には涙がいっぱいあふれて自分の探しているものが見えないので仕方なく妻に「コルク抜きはどこにあるか」と聞くのであった。